はい。アカシッーシです。ファクトコーナーということで、今回は結婚は幸せかということでお送りいたします。さあ、どういった形で今回のこのテーマを進めていくかと言いますとですね。えー、っと、とりあえず、あのー、前提として、結婚をしてよかった た、と思っている人はどのくらいいるのか、ということで、やっていきます。えー、っと、さらに細かい前提が必要になってくると思うわけで、とりあえず、とりあえずですね、日本人としますね。日本人の、えー、平成元年、 以降に結婚した方で、えー、もうすでに亡くなっていらっしゃる方も含めます。えー、もう一つ条件があって、えー、っと結婚をして、まあ、あの、10年以上経過している人。 という形でありますので、平成元年の時点で10年経過している人は該当、一応ありという形ですね。ちょっと私、前提変なこと言いましたね。はい、平成元年に、えー、結婚が、例えばですね、あのー、9年とか、そういった方も該当に入れて、えー、さらに、 平成2年には10年ということになりますから、そこからのカウント。えっ、ー、と、私の説明合ってますかね変なこと言ってますでしょうかえっ、ー、と、頭の処理の、頭の中では一応理解して、私サーチかけて喋ってるんですけど、変ですかもう一回ちょっと言いますね。平成元年からのカウントで、えー、平成元年以降に、 えと結婚歴10年をま迎えた人。だから今現在、9年前に結婚して、まだ9年ですよという人はカウントしないという前提ですね。いいのかな、説明これで。で、どのタイミングの感情かというのが難しいんですが、ただ人の気持ちというのは変わっていくので、 最初は最悪だと思っていたけど、まあ、10年経っても最悪と思っていたけども、えー、亡くなる寸前、えー、夫に優しくしてもらって、ああ、この人と結婚してよかったわ、結局、という感情になって、生涯を終えた方は結婚してよかった、幸せだったという、 ことにカウントするという見方をやっております。ちょっとこのあたり難しいところではあるんですけども、まあ私のザークッとしたイメージングで収めますので、えー、ちょっと厳密なところは何とも言えませんけども、まあそういう感じで、えー、見ています。はい。でですね、まあ現在は最悪だわ結婚してと思っていても、 結婚10年は経っています、現時点で。で、今は最悪と思っていたけども、10年後、さらに10年後には、あやっぱり結婚してよかったわ、という人というのは、現時点のカウントをさせてもらいますので、えー、最悪結婚して幸せではないと感じているという方向でジャッジします。カウントします。<laughs> わかりますでしょうか。はい。で、 女性、女性の何パーセントが一体、まあ、この人と、まあ、結婚してよかったわというイコールこの人とになると思うんですよね。はい。まあ、なので、今この人と結婚してよかったわと思ってる割合が何なのか、男性、男性の何パーセントが、あ 彼女と結婚してよかったな、ああ、結婚してよかったな、という感覚でいるのか、もしくはそういう感覚で生涯を終えたのか、というところを出しました。男性から申し上げますね。はい。一応私のサーチでは65、65%から70%。 パーですね、はい、はいはいはいどうでしょうか結構高いなと思ったんですよねでねあのー、見方をですねその5年結婚5年以上という形とか結婚1年以上でやるとねこれがね少し下がるんですよね えっと、まあ、1年とかで見ると60から65%を示すんですよ。だんだん年々と、あ結婚してよかった、この人と結婚してよかったという感情が、まあ、上がっていくなという。なので結婚20年以上というその前提条件つければもっと上がるだろうと思いますけど、ちょっと10年までしか見ておりません。で、女性です。女性が、 えー、あくまでも結婚10年以上という方の限定で出します。えー、結婚してよかったな、幸せだなと思っている人は女性全体の、えっ、ー、とですね、5%パーから10%パーでしたね。<laughs> えっとね、これをね、さっきのように1年、 結婚1年以上でやると10から15%を示したんですけど年々下がってるなという感じで10年以上経過した女性では5%から 10%20 年以上でやったら0%から5%になる可能性もちょっとあるなと思ったんですけどもまあこれはですねあのまあ亡くなる寸前の評価あのー 結婚してよかったわ、私の人生。というようなポイント、まあ、泣く、まあ、おばあちゃんになった時ですよね。まあ、あのー、地方症になってそういう思考もできなくなったなんていう人は跳ねて、えー、まあ、きちっと意識がはっきりしていて、で、自分の人生を振り返って、その時どう思うかだけのパーセンテージ取れば、またちょっと違うとは思うんですけども、 まあ、そこまで細かく見る必要ないかなという気がする結果です。え、こんな低いんだと思っても、まあ、あくまでも私のサーチ、占いですから、まあ、精度はそうですね。まあ、そこまで高くはないんですけども、結構繰り返し見て、まあ、私なりになかなかショッキングというか、いや、男かわいそうだなと思いながら、あの、男の方は、 え、結婚してよかったなと思っているけども、奥さんはそう思ってないという確率がかなり高いぞということで、え、こんな結果が出ました。さあ、結婚って何なんでしょうか本当に結婚というものが必要なのかまあ、人間が考え出したシステムの一つだと思うんですよね。はい。ま結婚ということ自体が。 果たしてそれがいいものなのかどうなのか。えー、ちょっと私の中でクエッションがついてしまったサーチ結果となりました。ということで、えー、以上でございます。それではまた次の動画で。